ょっとここで一旦コメントに目を、はい、はい、すいません、面倒だけどその言葉があったら安心して次のことをやれそうです、うんうんうん、だ次の言葉ってね、要は、うん、怒ってる詰めてるわけじゃない、うん、っていうのが、はい、分かれば先に分かると、うん、感情タイプとしても、うんうんうん、あの言えるし、まあなんか多分萎縮させちゃうんですよきっと。そうですね、うん、要はあの思考が苦手だって感情タイプの人は多分あると思うんですね、うんうん、理論立てて説明するのが苦手、うん、とかこう自分が責められてるって感じるわけじゃないですか、はい、特に立場が上だったりすると、うん、はい、でそうするともう何が正解か、そう、そこですみたいな感じの正解かです、はい、苦しくなってくるみたいな、はい、そうするともともとこれを言おうと思ってたことが、はい、頭から抜けていくみたいな、いや、そうですね、うん、今度隠したいになっていくんですよね、うんうん、これ言うのがこの場の正解じゃないかもしれないみたいな、言っていいのかどうかみたいな、はい、わかります、うん、この場の正解がないっていう話なんですよね、うん、そうそう、多分だから知りたいってだけの話ですよね、何が起こったのかが知りたい、はい、結局物事には正解っていうのはなくてですね、はい、対応策しかないっていうふうに思ってるんで、どのような事案が発生したかが大事じゃないかなと思ってます。じゃあ、ハイトさん、あんまり職場ではでも高圧的な態度に見られる時もあるんですもんね。あれらしいですね。でもなんか意識してる感じはあるじゃないですか。なるほど、だからそれを分かってて意識してるから、事前にこう今日はこういうことをちゃんと言おうみたいなのを決めてから喋るみたいなこと言ってたじゃないですか。さかなさんは曰く、ハイヌツさんは言葉に切れ味があると。はい、はい、多分 ISTP って自分の頭の中の理屈を、はい、SE なんで、はい、外交感覚なんで、はい、外に表現した人たちなんです、はい、はい、で人によってはそれが自動車になったりとか、はい、自動車整備工になったりとか、バイクを分解するのが好きな人だったりとかする。あ、道具が好きな人って言いますもんね。うん。私の場合はそれが、やっぱり言葉だったっていうだけです。ああ、なるほど。ファクトとオピニオンは分けて説明できるってことですよねって。うん、うん。ああ、なるほど。なるほど。うんうんうん、僕ね、ごっちゃになります、それが。うんうんうん、よく言われます、うん。そこはいいんだっていう。あ、そうですね。はい。どのタイプも即時反応は良くないっていうことですかねと。ああ、まあ、それはあるかもしれないですね。そうですよね。はい、あ、まあ、そうですよね。エニアグラムでも、うん、そう、あの、急行電車に乗ってはいけないっていう。うんうん。一旦こう考えようっていう。うん、そうですね。だから言われる側も、これは自分を責めてるのかって一旦冷静に考えた方がいいみたいな。そうですね。うん、大事なのは、うん、まあ、ハインドスさんがおっしゃった、うん、対応策でしかないと、うん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 、何が起こった時も全て対応策でしかない、うんうん、っていうのは僕わかるんですけどね、うんうん、またなんかそれは S 同士では、ん？ S？ 僕も S ですよね、 S、うん、S 同士なので、はい、要は実際的なことに合わせるっていう意味では、うんうんうん、合致してるんですね、うんうん、ただそれが N の人だとちょっとまた違うのかもしれません、うん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 、今ここみんな S しかいないので、うん、この空間には対応策でしかない、うんうんうん、わかるなんですけど、うんうん、N がいたら違うかもしれないですね、うん、もっと先の未来があるみたいな、もっとなんか根本みたいな、根本そもそもみたいな、うん、そもそもはええやってなるんですけどそもそもこの組織がみたいな今その話じゃないになるんですけど、うん、それわかりますね、はい、N の人たちはこう緻密に詰める、何に詰める、緻密に詰めていくんですよ論理を。あ、なるほど、うんうんうん、なんかこう綿をこうやって木の間に埋めていくかのようにこうやって緻密に論理をこう組み立てていくのが好きな人たちなんで、うんうんうん、隙間があると埋めていくみたいな。そうそうなるほど。だからあの昨日の恋愛の話みたいに、好きだからこうしようとか、うん、好きだからこういうことをするの当たり前じゃないって言われると、なんで好きなのにそれしなきゃいけないのっていう風に聞いてくるんですよそう、うん、はい、多分 S みんなそうかもしれないけど、はい、目的があるわけじゃないですか。はい、はい、そう、はい、はい、あ、もう笑っちゃう、はい、はい、目的のためにこうした方がいいんじゃないかって考えて行動するわけじゃないですか。もうそれしかないじゃんと思うんですけど、ね、それをなぜって言われてもみたいなとこですよね。面白い、うん、だから飲み会、酒を飲みに行こうよっていう風な話をしたときに、はい、親しい人たちだといいよって乗ってくれるんですけど、親しくない人たちと飲みに行くっていうときに、はい、この回の意味は何なんですかって聞いてきたりとか、うんうん、意味なんかねえよって思いますから、分かる、はい、でも彼らは意味を知りたいんです。 N の人はですね、 N の人はまた一旦ここで、こ、はい、本に戻り、はい、戻り、はい、すいません、
またこの ISTP の人に向けたヒントとしては、うん、実践的に目の前の問題に処理する動きにもう少し長期的な視野を取り入れてみよう、うん、こうすることによって長い目から見ると、うん、より効果的に問題解決が図れることになるだろう、うん、今話してた話ですね。まあそうだよね今もうこの目的があるんだったら、うん、そこに向かえばいいじゃん、うんうん、じゃなくて、うんうん、この実践的に目の前の問題に処理する動きに、うん、もう少し長期的な視野を取り入れてみよう、うんうん、これってどうやってやるんですかね。本当に目の前のことじゃないですか、はい、取り組むのが、はい、それよりももうちょっと先のことまで考えた方がもっとこう効率が上がる。今は手間がかかるかもしれないけどなんかそういうこともありますよね。そう確かにね、っていうところですよ ね、 ね、うん、まあまあ、まあ、美貌策を打ちなっていうことなんですよね。なるほど。でも愛の人さんって、うん、これ僕がいつも勘違いするとこかもしれないんですけど、うん、頭いい人じゃないですか、うん、頭いい人だと、はい、その長期的にも見れてんじゃないのって僕思ったりするんですね、うんうんうん、そういうことではないんですかね。そういうことではないと思いますよ。なるほど。目の前の最優先で、なんだろう、最効率、はい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 、目の前のこれを今最善を目指すみたいな感じだから、はい、ってとこですよね。そうですね。 S と N の違いはみたいな。なるほど面白いですね、うん、だ N は目の前のことよりももうちょっとこう全体を見直して将来的にもっと良くなればいいみたいな、うん、こっちの目先の問題よりもですね、うんうん、はい、なんで、すいません、はい、宇宙の人たちが解決したいのは、例えばうちの OA、 オフィスの OA システムとかだと、うん、20メガバイト以上のものを送れるようにしたいっていうのはある。はいはいはい。あと通信速度は必ず 128Mbps ぐらい取ってほしいっていうのはある。はいはいはい。でも情報通信偏差値って N が多いんで、はい、いや、それじゃダメだと。将来的なことを構想してクラウド化できるようにしようとか。うん、今これやってほしいのにみたいな。そうそうそう。今我々が欲しいのは20メガバイトの Excel ファイルを Z 賞に送れるようにするために欲しいんですって言うと、でもそれもサービス停止したんですよねって終わるんですよ。うん。で、そこに取り組むよりは将来的にもっとクラウドでみたいな。時間が出てくるんですけど、うん。その政府全体としてクラウドシステムを整備することによって、そのクラウド上でもう1ギガ、2ギガのデータでもすぐこう、やり取りできるような形を作っていくっていう話になる。うん。だ1年後こっちの方がいいですよみたいな。まあね、そう言ってることはわかるよっていうとこですよね、はいはいはい、でも今どうするか、どうやって送るか、今困ってるのにどうするのみたいな、はい、そうすると大抵 N の人たちが窓口みたいに聞こえちゃうかもしれないですけど、言うのは、あ、分割して送ったらいいじゃないですか。ああ、はい、溝がなんか、まあ多分どっちも間違いではないみたいな部分ですよね、はい、これそうなんですよね、うんうん、そうなんですよね、うん、将来的なことを考えたら N の方がいいわけじゃないですか、はい、うん、でも今困ってるこれも解決しなきゃいけない問題としてある、はい、それじゃあ1ヶ月でやってくれよとかってそれはまあ作業効率の話ですからねで ISTP の人に向けたヒントとしては人を応援していることを示し、うん、肯定的なフィードバックと励ましを与えましょう、うん、特に感情タイプはあなたがそうしたことを評価してより効果的に一緒に働こうって思いますよ、うん、要はお前はやることやればいいんだよ、うんうん、じゃなくて、うん、応援してるよっていうあと肯定的な励ましを感情タイプにはすると、うんうん、この感情タイプの人は、うん、頑張りますってなるんですよ、うんうん、そう、そうですね、多分そういうとこですよね、はい、うん、いやそんなんいいからさ、うん、与えられたことやれよ。言われるもういいです、うんうん。あなたとは働けませんって。うんうん、育児になる、意固人になる感じですよね。うんうん、だ意固人にさせてしまう可能性があるから、はい、こうやって言った方がいいですよって話ですもんね。分かってるならいい、うん、言えばいいじゃんと思うんですけどね。うん、はい、であとは、修正を求めるフィードバックをするときには、よくありそうですね、仕事上、うんうんうん、修正を求める、相手に修正を求めるフィードバックをするときには相手がどのように感じているのかを確認してみる、うん、相手が感情タイプである場合は特に修正を求めるフィードバックと一緒に肯定的なフィードバックのバランスを取りましょう、うんうんうん、
修正点だけを淡々と積み上げていくと、うんうんうん、もうこっちは多分もう壊れますよ、ね。うんうん、もういいです。やめます。わかりました。責任を取ってやめます。うん、そういう話じゃないんだよ。ありがとうございました。いや、違うと。うんうん、っていうのってなんか心当たりあったりしますか？それは昨日、今の同僚に言われたことはあります。そういう職場、範囲の人さんみたいな職場にも、やはり感情タイプの人もたくさんいらっしゃる。たくさんはいないです。あ、やっぱり少ないんだ。大多数は ST じゃないですかね。なるほど。うん、それが、やめていく可能性ありますよね。そうです、ね。やめはしないんですよ。予算の世界とか、法令審査の世界とか、人事の世界にはいないってだ。ああ、違う部署に。なるほど。そうですね。いるとしたら、その教育系の部署であったりとか。あ、そうですね。はいはいはい。人の心を大切に。適材適所。あと、言いそうだなと思うのは、商務関係の部署だったりとか、あとは、対地方公共団体。ああ。なんか干渉役みたいな感じですね。なんかね、僕今自分がいる職場がね、なんか、適材、あ、僕違うんだなって思ってきました。って言うと向いてないかな仕事に仕事に結局お金の世界はみりみり詰めていく世界なんで精神的にそういう人しか残らないっていうところはありますけど、うんうん、そうですよ、うんうん、うちのその先輩も元々は契約やってて、はい、お金を払う支出と水道をやってた人なんですよ。はい。で一年間腰掛けでうちに来たんですよ、課題上になる前に。はい。まあ、あの人のおかげで私は多少その言い方とか物事を考えて丸く言うようになったかなっていう感じはあります。はい。なるほど。うん、うん。なんか二等兵さんに結構近いような人で。結構ガツンって言うとすぐシュンってなっちゃう。ああ、旬となりますね。30ぐらい、30なのにすぐ旬とならないよって思いながら。タイトで出ますね。露骨に。露骨に。はい、露骨に旬ってなって。はい。イライラも露骨に出るし。イライラも露骨に出るし、みたいな。はい。いや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 、みたいな。それはこっちの反省ですかね。うん、そうそうそう。はい。でも、はい、そういう人が近くにいることで、もうちょっと優しく接した方がいいんだなっていうふうに思えるようにはなりました。あ、まあ、うん、そうさせてるんだとしたら、まあ、お互いがね、お互いが、ちょっとずつ。まあ、そっちの方が多分コミュニケーション自体は、そうですね。うまくいくって話ですもんね。空気も良くなるでしょうし。うんうんうん、はい。そうですね。はい。あとは、課題達成にすでに受け入れられている標準的な手順を用いようとする人もいることを念頭に置いておこう。あ、はい。手順を抜かしたり方法を変えたりする前に何か重要なことを見逃してはいないかどうかを確認してみよう。これはどういう意味ですかね。要は無駄なことをしている人が標準的なってことですよね。はい。だからもう過去のルールがこういうふうに決まってるから、はい、もうその通りにやろうみたいな人もいるよって。はい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 、うん、でも ISTP の人はそれを抜かしがち、うん、要は効率悪かったら意味ないよねって変えがちっていうこと、うんうんうん、そうですね。あ、っていう理解ですね。例えば、説明を、もう Z 社を S 局にしに行くとしますと。はい。予算の説明を。はい。その際に、その方たちを送るのは Z 社なんですか、うちなんですかってなった時に。はい。慣例では、うちが送ることを言ってるんです。はい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 。でも、それは法令違反なんです。なるほど。なんですけど、それは慣例だからやった方がいいだろうっていう人もいるんです。うん、はい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 。でも私は自分たちで来ればいいと思っちゃうんです。でも慣例としてそうなってるんだったら。どっちなんでしょうね、それはね。まあ、まあそこで対して私は言葉を飲み込むっていうだけです。そういうこともできるんですね、井上さんは。戦う。もう全部に戦うわけじゃないんですね、全方面に。私は基本的に戦わないですよ。それで戦っても勝ち目がないと分かってるんです。まあ、相手は国ですからね。そこも問題解決の手段っぽいですよね。この人たちは戦っても無駄っていう。ああ、なるほど。うん、なんか、ちょっと、ISTP の方が分かってきた